スーピアはフェイトグランドオーダー代表ソデイカ。チャンチャンチャラララン、チャンチャラランチャ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 ン。いや、アークレボです。これは当人祭ですけど、インアークレボなんで、これはアークレボです。間違っておりません。では行きましょう。前半ブロック、まずはヘイトグランドオーダーチーム、ゴーラソデイカチームですね、と、ガンバランスリダンス、マトイキンジチームで、もう一チームは、今日アテナ予選を抜けたユーキテルミン、ジェイアンソン、ユーキャンチームです。開幕はファースト吐かされているのはソデイカだが、画面足を手に入れる。さあ姉は死んでいる。中乱、これはまさか。さあ通ってしまう。中乱ファーストハック、これが吉と出るのか。うおー、やる。今の上手すぎるね。ガーキャン読んでボラが来る前にゴミを置きました。一本セーブはそうでいいか。A で落として、これは禁じだが姉が邪魔をしてしまう。挟んでいるのはユキ、ユキじゃない、ソデイカだ。さあお互い、おっと、ゴミ、まさか今のうめえ。だが助かった。してあれ、これ当たっていない。うおっとっとっと、どうなった今。 A がしゃがみぐらい、フォークが来て C から落として置き攻め。おっと、あー中断と、うるわしのカンターだ。さあ1対1、フォークで姉が一撃。そうなんですよね、落とせない。置いてる、これは何も出ないが助かっている形。おっと投げ、さあソデイカがターンを掴んで置き攻め。おお、なるほど。おっと届かないが、 A からボディ、これは落とせない。もつれたが、 A 上りじゃないから、ワンコンボバーストハック、ビワチ読んでいたが後がつながれない。あーねーねー、ボランティも同時に消して捨てられ。おっと中段下段からボランティ、あーっと、うっ、これはゲラだー、もったいない。バーストを読み切ったのにもかかわらず、カルルがカルルに愛されていたジャン・エ・レンダのはずが当たっていない。おっと、さあまあそれは近所は喜びますね。だがまだそうです、カルル倒してイザナミが出てくる。このチームカルルを倒してイザナミが出てくる。いいですよ、時間は、無限、無限ではないですけど、上にあるタイムメーター分は使ってもらうのは構いません。
Returning Rebel One Action 来るな楽しそうちさあ、まあビット巻きながらまあイザナミの基本的な立ち回り、ブリオは単発で終わって姉が来てるが、これは逃げ切る天外の日、あれを立ち回りで打っていくのなかなかね、めんどくさいと思うんですよ。おこれ爆捨て当たるが、何もないクーラゲー、なんか噛み合いました。落としてこれは逃げ切れない、いいえ当てて二置き二尾、ブリオは飛んでいる、なるほど、あのドクロみたいなやつね強いんですよね。バグスで距離を空けるボランティガード、めくりにはならない、ガーキャンがこれは助かった。うお今の見にくい、これはまだ残るのか、うわーわかんねえ。そうですね、最強だった、最強ですね。ティバーチェ、あと掴まれて画面端運んでいく、下段が通る、バスト、これは A が届かないところからジャンプ B、 クラゲは抜ける、あとブリは当たってしまって、さあ明るいのターン、ガキャンを読んでいる、 F スケさあまずは金利チーム、姉さん勝てたね、カールウィン、1周目は2対0、2対1などは考慮しませんので、もうこれだけかけます。はい、次じゃあゴーダチームは連戦でいいかな、連戦でいいですかね。はい、じゃあ僕たちとなんで、まあ実況者3人揃ってるんで、まあ出てない人間が喋りましょうか。ちょっとゆうきゃんじゃんけんし、ちょっと待ってください。手違いが発生しております。
マドイさん。あ、いや違います。あの、ゴーダがお互い先方申告してないのにもう先にカード読み込んでやっちゃった。アンソン対ゴーダですね。実況おらんのちゃん、まあ、俺がするわ。いや、このちゃんとした大会の実況俺がするかもしれない。リーサジャーマー、はい、ユーキャンです。はい、さあチームアンソンさんに頑張ってもらいたいですけど、まあ実況はねちょっと公平にやっていった方がいいかなっていう。大会名入れ直しというよりは申告を忘れていたというところで、はい。さあアンソン花は対ゴーダイザナミ。さあこれは隠っているコンボを完走して画面端天外縦を張って回す。さあオーディオスが、さあこれは助かった。護衛が確定してコミが入らない。ジャンプシール抑え込んで、さあイザナミ 2B を見せていきますね。やっぱりさあジャメージンで暴れ潰し、レッセンガから 2B 拾い、ここは安定届かないと判断してエリアルで締めて、さあレッセンガ指フレーム取って 6A しっかりガード。さあジャメージンで落として、さあやはり 2B 3C 6A。 さあこれはカクール、完走すればじゃあ5天神ジャポー水地劣化山。さあ1本取るのはアンソンハザマ。さあ1、まず1本アンソンハザマから、さあジャメージンでボタン押して押す。さあ立ち回り、さあやっぱりイザナミに指押してきますね。さあジャガイが漏れたんかな。さあシーズクオキ攻め 6C5 個、これはなかなか見ないだけですね。さあ 2C 天外いいダメージ。さあ回して2オキしたが、これはしっかり刈り取ってまだ足りなさそうだが、さあ回して、さあこれは上入れっぱ。さあジャメージン捉えている、ジャコー繋がって 3C 邪薬ミスるか。さあジャメージン硬直や相変わらず少ない。 3C 邪魔機レッセンが見せて下がってる。さあこれはちょっとあれですね、イザナミの攻撃の方が早かった感じですね。さあ 1-1 でゴーダイザナミ取り返して、さあジャンプシー、さあ開幕捕まる画商客 5B 広いからエリアルジャメージンで落として置き攻め、ジャガイからうせがこれはパクる。さあしかし繋がっていないので、さあ捉えて落としているか、落としきって、しかし 6D はちょっとずれましたね。さあワースト、さあ攻められたくないという。さあこれうまかったが、さあ暴れ潰しになる。 5B が届いて 6C、 さあ高いルート 2C から天外、ここしのぎえるかどうか。さあ飛んでいる。さあジャニシー出ていってしまったのでフォローを利かせて、さあこれはコンボにならない。 3C レッセンが無理やり抑え込んでいく、ここは暴れたが通らず。さあレッセンが枠捨てでここなきを得て、さあさあどうしのぎ切るか。ウロボロスがヒット、ジャメージで落としきれず。さあ 2B、 いやアンソンさんも警戒してますね。さあうまくかわしていく。さあガーキャン、ジャメージ、
これはクラス空投げ通る、ゴッシージャッコーゲージが50溜まってるね。水地劣化山勝ったのはアンソンハザマ。さあー投げ落ちた音が2回ほど聞こえた。なるほど。さてキャーサーさて、フェイト GO チームはここで2敗すると厳しいのでここでいかかる、ここで粘らなければならない。さあ、しのげるかどうか。さあ、しかしこの組み合わせ捕まってしまうと、狭間が無敵技を持っていないので厳しいが、さあカルル相手にどう逃げ回っていくか。そうですね、実況はそうです、ユーキャンですね。アンソンさんとチームなんですけど実況する人がいないんで。さあカンタービレからジャンニシー、さあ運んで画面端、こうなるとまだバーストがあるが、さあ折り押していく。さあここは読み合っていったが2B 届く。さあここは姉ゲージ節約したいという考えでしょう。さあガーキャンガード CT からそうですねボランテまで第2ラウンド。さあウロボロスでボランティが消えてると思ったんですが消えていない。さあエリアルおいしい。さあ姉の位置がどうか。さあイカちゃん暴れたんですが合唱客ジャコーカウンドしたのでまだコンボができて置き詰めに行く。さあ劣勢が展開が早い。出なかったが 6A でごまかし、これはさすがにノリ劣勢がエリアル安定でしょう。さあ、アンソンさんバーストが9、まあもう戻りますね。ジャメージンだが、さあ、さあ、空投げうまい。西井からジャコ、さあ、姉がいないぞ。これは美味しいんじゃないか。さあ、これは姉を呼んでいく。さあ、ミスル緊張しているか。さあ、ジャンエルフォロー、早い。さあ通るとこれはさあ決めれるか。ガーフ、そしてもう一回ガーフ。さあずるいずるいさあ勝ったのはそれにかかれるこれですわ。じゃあ頼んだユキャン。はい、まああとはアルカナに託しましょう。さあ、ナインカルル、さあなぜかもう画面端が近いが、これは抜けていく。だがね、さあおっとしゃがみぐらいだが助かって、アメジストを置いてまあまあ距離が空くと。ネイビープレッシャーガードさせられてしまって、うわっ、さあ避けた。これはオーバードライブを使って、まあちょっとあれですね、ボランティアが有利フレームなので
長いがーさあ下段デンジャー状態関係ない。画面端 F 式をガード投げも抜ける。だがカルルのターンなんだよな。飛んで逃げた。さあ何にターンが回ってくる。え何があったのか一瞬分かりませんでしたね。さあ抜けてまだ全然お互いあります。ボランテはかわす。フンツァイガード、これはバックスに引っかかるが、さあバースト吐くしかなかった。まだある。昇龍が通ってさあフンツァイとバースト吐くしかない。だあ表キャラパワーを体現しますね。さあ 6C クンザイとしっかり繋いでクリムゾンまで締めれない。さあこれをガードしてしまうとカルルのターンが始まる。ここ BBC 画面端、これをガードガーソガーキャン水。さあネイビープレッシャーを生で食らって、これはちょっと拾いが難しい。下段からくんざいとくぐれない。さあいい勝負です。非常にいい勝負してます。バーストゲージもお互いほぼ五分。開幕攻めていくくんざいとガードを飛んでバックステレ。さあ素晴らしい。しっかりストックも置いてアメジストくんざいとだがビバで抜けられて、おっとフェイタルしてしまう。オグリから画面端へ下段が通ってバーストを打つしかない。目の前に現れてくんざいとここでバースト上からこれは出ない。助かって、なるほど、ゲラン粉砕とさあ伊藤さんがトゥットゥット言っている。ユーキャンが勝つ。いやありがとうユーキャン。オッケーオッケー。じゃあ最後僕たちだね。伊藤さん今自分の出番じゃないからってやはりまだ酒が残っているのよ。トゥットゥットゥッ。いや伊藤さん僕も言うんで大丈夫です。ワンピー、はい、ごめんゴーダいいかな運営の方。あー負けた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 。俺はマトイさんらに勝ってほしい。え、いや個人的にはやっぱマトイさんらに勝ってほしいなっていう。いやこっち先方聞きました。アンソンさんらどうでしょう。あーいやまあ言うて、あもう座ってて大丈夫ですよ。あー話してるな、まだ話してるな。さてこれで勝った方が、決勝トーナメント進出ですね。バツの有機テルミチームが今回エリア予選で上がってきたチーム、ジェイアンソンハザマ、あ、ユーキャンナインか。ジェイアンソンハザマとユーキャンナイン。対しガンバランスダンスが、なんすかね、どこでしたっけ、はい。
はい、お互い戦法決まりました。はい、準備ができたらスタートボタンを押して座っておいてください。はいよ。はい、では、ワンピー側先方スワラ、キンジカルル、そしてエーテクルはアンソンハズマ。さあおやつやぞと自らおやつやぞと意気込んでる、仕上がってんな。さあやっていきましょう。この手で勝った方がエリア決勝のトーナメント進出です。さあ先方先方戦第1ラウンド、さあ開幕バックステップ、お互い距離を取る。キンジカルルは冷静に姉を前に進めていくが、ここでアンソンハズマ仕掛ける、駒投げから画面足ノクシン連戦が三振、残影が締めて何する。さあ受け身を誘う、立ち石の三振つながらず、安いとなったか。おお、さあ4人ガードして、ジャニシヒットからつながらず、なんかおかしな動き。ロックエンに対しガーキャンオードライブ、立ち火指導。さあどうなる、画面足持っていく。さあジャニシヒ落としてこの2力攻め、下段が通る。さあこれあと1回通ってしまったら危ないんですけども、ガーキャンで回避。さあここから何としても捕まらずにやっていきたいが、ロック A で押し切り、アクティブフローなのでミスらなければ死ぬか。このアンソンハズマ大事な時にはミスる、今回ミスらない。大会補正ついているか、乗っているぞアンソンハズマ。さあ第1ラウンドはアンソンハズマが制して、ジャンビー締めていくが、ダーンとダチビーに対して暴れている。エクシダスは確定しない。さあジャンエンシロー刺さる、ダチビーからの投げ、バッテンついてエリアル先に落ちる、これはまたやらかそうとしましたね。さあ裏に落ちた、お互い A ゲートで触りに行くけども大きなリターンにはならない。さあバックステイタスビーが座って、ここは防ぎり、攻め系の防ぎり。さあガキャンゲージがなくなってしまった。さあね、殺してジャミジン降りてきたんですけども、タスビーカウンター。さあしゃがみくらい、ここもミス。さあバースト返ってきた、お互い体力は同じ3割ほど、何かが刺さればそのまま行ってしまう。さあどうなる、到着状態か。 3C キャスルオーダイブ、さっきに仕掛けたのはアンソン、じゃあ高天神どうだどうだ、緑がショーンって決めていく。先に先方勝つはジェイアンソン。さあこれでガンバランスダウンチーム後がなくなってしまった。まとい心の絵を大将に置く。さあジェイアンソンは潰しておきたかったでしょう、本音を言えば。何しろ彼はまといハンター、去年東神祭もまといハンターという名前でみかん野郎と共に出場しています。さあどうなるか、ここの絵狭間第1ラウンド。さあやはりアンソン仕掛けていく、空投げから邪行で画面足。さあ前が劣勢が、さあこれは受け身がいいの形になる、しかし画面足ジャイアン指導。さあこの何してるんだか、これがジャイアンソン。さあ邪行やはりミスる、ホイールから2へ下段じゃないんですけども、おそらくはファジーに引っかかったか。
さあ、この攻め、ここからがこれの本領発揮。見えない見えない、下段卓からもう一回やるんです。これもう一回、さあ今回は違うルート、あーこれはミスになった。さあ空投げ、ラッピーキャンネバースを使わせる、いやらしい。さあバーストも使わせて、わざとバータイせずに、これがジェイアンソー、この土壇場でなんてことやってくるんだこいつ。さあエリアル落として、熱線が緑、熱線が、さあアンソーエレベーターからの 2B ガシガク、これは防ぎになったんですけども、バックするガス、しかし 2B なので確定はしないか。 2B 指導、これはアンソワゾワエリア予選リーグ勝ち抜け、おめでとうございます。勇気テレビチームエリア決勝予選勝ち抜けです。出会い頭に炎だの雷だの氷だの、もっと頑張ります。あ、もうやってもらって大丈夫ですよ。はい、さあやっていきましょう。エリア決勝予選リーグ、2個目通りすがりチームバーサス、なんで俺だけアクセラナインの1人チーム、先に出てくるわずきらい中ボスという名前、なかなか仕上がっている25段のレディースラムださあやっていきましょう。第1ラウンド開幕 3C 仕掛けていったカード 6B、 かなり仕上がっているぞこのチームス。さあ応援も元気いっぱい、 2B 立ち見、さあジャンキャンで逃げて、あまり付き合わないこの組み合わせ。ナイン側がかなりゲロいと言われてるんですけども、ナインすぐ事故るんで何があるかわからない。さあ前室じゃねえ、事故った。最初に仕掛けるはアクセラナイン、くんつわいで当たっているアメジスト、クリムゾンレイダー落ちてくる。さあ紫投げ抜けている、 CT が漏れてターンを奪うのは中ボス、ダッシュ6C、ダッシュ D から、さあ中段さあこれは死にましたね。あーあーあーって感じさあこれで、アクセラナインチームは1人なので、ここで負けてしまうともう後がない。まあ1人チームであっても2ライフとかはないので、1回負けてしまえば終わりですね。さあもう後がなくなってしまった。これが東神祭、無慈悲なる戦いの神。さあこの攻めしのぎ切れるか、 6C からタッチで食らっている、バース相手残り体力が5割、もうミスも許されない。さあ中段ワンカードシールが裏に落ちて、結果的にガキャン、さあバーストもゲージもなくなっちゃって、魔法も残り1つ、投げが通る、しかしコンボミス、中ボスの慈悲か。キャッシュローディー、バリア通る、ジャンニビ、さあ下段タックからクンザイト、ワンちゃんが来た。さあリサ式かと思いきやミスか、これはネビープレッシャーからラピキャン下がらず、ジャンニエの中段ギリギリ息をつなぐ。第3ラウンド 6C、 さあゴタンゾわー、牧師してなんとか捕まえに行く、クンツァイル放って 6C からレイダー、さあガメヤジどうする、くー、しかし下段の、おっとこれはレーザーを先に出して体力を削っておく戦法か、しかしこれは確定だったんですけども、あーっとゴッドハンド。さあ勝ったのはクスラナイン、
ギリギリのところで、ギリギリのところ持ちこたえましたね。素晴らしい根性値ある。レーザーバー隊、まあ、まあ話したくなかったんですかね。さあ通りすがりチーム大将出てくるわ。通りすがりの詐欺顔職人と詐欺顔職人が通りすがるなんてなんて街だ。対するはローゼンバーグエンジェルことアクスラナイン。さあこれで勝った方が先に勝ち星をつけられる。逆境の中アクスラナイン勝てるか。第1ラウンド、さあお互いバックジャンプ。ナインは姉を殴るだけで魔法が溜まっていくのでこうなっている間は有利なんですけども、はめられた瞬間終わる。かなりピーキーな立ち回りですね。さあジャニエ仕掛けた、まあ、補足して軍隊と当たったが、あの距離では何もできない。さあアクセラナイン体力リードを奪うだけ奪って立ち回り重視というか状況重視ですね。素晴らしい。この体力リード守りきれるか。膠着状態、カルルガーもいまいち攻めきれない。さあうまいこと画面足切り替えていく。しかし危ない、ターフライト上り中段。さあカルル捕まえたか。ここでしかし姉の位置がいい。リバーチが 2A に殺されてバリアはボランテ。さあかけはしかしジャンシー指導、画面足切り替える。さあ 2D からジャンシー、このルートはこのルートは通りすがりの詐欺が合う。大変なことになってしまったこのワンミス中盤まですごくいい感じだったのに、では一つのワンミスで死んでしまう。これが今のブレイブルー。さあネフライトがついている。あまり焦らず攻めていきたいが、どうだこれはネフライトが間に合う。さあ保証ダメージ1500減る、しかし無理よ。さあ早めにマリア、ジャニミーがカウンターヒットして、これはミスらなければ死にますね。さあ第2ラウンドも取り返して第3ラウンド、やはりこの立ち回り。しかし無理よ、事故った。まだ OD があるが、どこでやる、ここでやる。さあリバーチ、画面足背負ってしまった。画面足の爆発力はやはりないもあるぞ。下段択、さあタンドライト落としてくんサイト。残り2割、何かが当たれば死んでしまう。しかしそれはないも一緒、カキャン通ってザーブフォークが当たり、画面足 2D 当たる。残り1回か、こうなってしまったら頑張るしかない。 6A 対空空投げ、姉が死んでワンチャン、ネイビーフレッシュ当たっている。さあしかし軍隊と終わった、ジャンエディケス、なんという勇気。さあ姉が帰ってきた、しかし逃げていく、ミステック上りじゃ逃げ、勝ったのアクセラナイン。これが実力、なんと一人チームのアクセラナインがここで勝ち星を一個つけていく。なんということでしょう、連戦で
通りすがりチーム連戦でゴルベザーイワシフェンリッチ、イワシフェンリッチチームとじゃんけんしてください。伊藤さんのチームはあっこで、はい、じゃんけんして 1P2P 決めて、先方僕の方に来てください。先方どっち、先方どっち、先方どっち、あ、決まったら言いに来てください。っていうかあれカルルにも上り当たるんだね、当たるんだね。いやでもあれすごいよ、あの 2A で透かしたのはすごかった。うん、うん、自力の勝負。あ、そうですそうです、はい、そこです。で、あの勝ち星関係ないです。はい、今こっちのそう、あのチームの勝ちだけ、今イワシチームの戦法聞いたんで、あと伊藤さんチームだけです。はいはい、すいません、大丈夫です、やってもらって大丈夫です。さあ先方出てくるいきなりフェンリッチ、そして先方やはり出てくるわ、あずきやらイノラムだ。さあもはや全一言っても過言でないでしょう、フェンリッチ陣。そして出てくるわ、先ほどアクセルナインに惜しくも敗れたあずきやらイノラムだ、こと注目ですね。さあ先に一点はめているわ。さあ投げつかる、ロックエタイ君素晴らしい、かなり冴えているというよりは預け洗い上をかなり見ているか。ああさあラビキャンゲージ使って、さあ気にせっかじん、せっかじんタッチ、ジャンシージャンシー、さあ重ねて、さあ2B が通る、ゲージ入っているのでこれ死ぬが、ここでバース入っていく、残り1割、ここからどう挽回するか。差し、初見、さあ強気に攻める、立ち枝君素晴らしい。さあこれで画面端というイニシアチブ取っちゃって、どうする、4D 立っている、さあタッチで止まれて、しかしここは確定じゃないと知ったかミスか、ジャンキャンで攻めて 6A で殺しに行く。さあ1本取っていくわフェンリッチ、ジャンピー重ねて西空振る、さあ画面端入れ替えて、ジャンピー 6B 2残戦、これはリレーシール、せっかち 6B からここはダメージルージ、さあ 6A 当たり、 6A 当たり、 6A 振り返っている一生6してる。さあ裏回った、ゾーナギガン、これは残りドット、さあ一生懸、これは一生波動拳ではめられている、一生懸ではめてきた。さあさなんとも言えない感じに勝つはフェンリッチ、そして大将出てくるは通りすがりのサギガフ。ポイント気になる、失礼しました、ポイントどけてます。はい、さあこれでフェンリッチが先方、そして通りすがりこと伊藤カルルが大将戦ですね。これで伊藤カルルチームが負けてしまうと、その時点で通りすがりチームの敗北が確定し、残るアキセラナインの一人チームとゴルベーザーのチームとの対戦となります。さあ先に仕掛ける、こうなったジニー交代のもんじゃない、しゃがみくらい美味しい、裏に見えた。さあ凍結、
ロークエーロークエー立てる。ザルシーさあボランチしていた 4D ザルシーさあガメ足こうなってしまってはフェンリッチだろうが何だろうが関係ない。で引きを打ちまくってる。さあお杉ザルシーニエニエ固めてタッチ。さあこのスタンダードキャラ特有のフリーフレームなんですけど暴れ潰しが怖くて手が出せない。さあレッキョラビキャンから石化人やはり一本取っていくわ。フェンリッチかなりつらい。さあフォークが当たる素晴らしい。ロクディジャンシー落として 2D からジャンシー重ねていく。こうなってしまったらフェンリッチだろうが何だろうがぶち殺せる。そしてこの詐欺がどうだ当たる。やはり当たる。あと1回はできるか。さあこれはどうだ水になったか。このまま水がどう出る。西差しからのガキャン返して返して。さあ 4D がフェイタルシール。なるほど。さあ第3ラウンドお互いにいい勝負をしている。フォーク飛ばしてしかしフェンリッチの前に姉を出すのはちょっと危険か。ジャニシー重ねて6へ裏ジャニシーフォークガードしちゃった。ここからターンカルのターンが始まり下段が刺さる。さあこのガメアジしのぎきれないと。さあホルディング傍若無心なホレめちゃくちゃ走ってバックステとがめる。さあ戦律的にはいや何かがあと1回すればこいつどっかでも殺してくるんで怖い怖い。さあ2位対空がジャンシーに負けて。しかしあれ体力残り1割。ロクシーからラップキャンオーバードライブどうだこのスキル一瞬の出来事勝ったのは伊藤カルル。さあそしてフェンリッチ陣が倒したら出てくるわよイワシラグナ。さあイワシさんがカルル戦をやっているかというとどうなんでしょうね。わかんないですけど非常に見応えのある試合になりますかな。どうだろうなどうだろうな。さあここで通りすがりチームがイワシラグナに勝てばまだワンチャンある。さあ第1ラウンドお互いに静かな立ち回り無理をしかし仕掛けない。先に飛び込んできた。さあフォークカウンター。しかし大きなダメージにならず。さあカルルが仕掛けに来た。投げてくる早めにバース相手フォークを見てからジャンプジャンシー重ねて。さあパチ体力リードは伊藤カルルだがここで姉が死んだ。デッドスパイク固めて 6D タチビーニュートラル。これは痛いぞ。さあ押せ切りにいった岩城が僕ないクルナシーガーキャンから 4D を繋がらずちょっと高すぎた。さあ残り3割とても無料がかかる。なんでださあタッチしかしここもミス。シアディ抜けれない。さあこの壁足ダンビーがくっつくない。やってしまった。
意外にも姉技の構築長すぎたといった感じ。さあ第2ラウンド優勢なのは伊藤カルフか、 4D がかかる。さあこれでガメアジ 2D なし CID、 これはタッチカウンター。 CT も入れて大変なことになってしまった。残り2割か。 OD は帰ってきたものの辛く苦しすぎる。さあ 50% あるので何かあった時にはまあシエリ打てるんでまだいいんですけども、この置き攻め、あれの位置が悪すぎる。何もできないですね。さあブリオが引っかかる。伊藤カルル、ここぞというところで持ちこたえる。さあこれで1対1の状況が一つできましたね。回収させていただきましょう。なのでこれでイワシたちが勝つと三つどもえの代表戦になります。でアクセラ君が勝てば文句なしでそのまま抜けです。決勝戦へ行けます。じゃあアクセラ君いるよね。いるね。はい。でイワシかフェンリッチどっちが出るか、じゃんけんして 1P2P 決めてからでいいから。そうですね、これはもしかしたらアクセラ9が勝ち抜くという場合もある。そう、逆にアクセラ君ここで負けても、ま、落ちることがないから、まず、ね、またまずワンチャンスがあるから。さあかなり優勢に立ったのではないでしょうかアクセラ9。あ、動画止めて。はいはい、はい、ごめん、はい。さあ先方はもうアクセラ9決まってるので、はい、イワシチームが決めてもらったらもう終わりですね。いや伊藤さんよく耐えます。さあやはりなんで俺だけチーム VS コロメーサー、これで勝って、なんで俺だけチームが勝てば文句なし決勝トーナメント進出です。まあ、逆にコロメーサーがそう勝てばやり直し、やり直し代表戦ですけど今のなしっつって代表戦でやり直しです。さあやっていきましょう。先方はイワシラグナー。さあナインラグナーどうなんですかね。なんか五分っぽい話聞いたんですけども、このレベル帯になればもうもはやプレイヤー性能というかほぼほぼ人性能で分かれるような気もしますけど、ネイビープレッシャーバックセンサル。さあ立ち絵競り勝って逃げ逃げからの強気な 4C ワンコン決めて、さあナイトメッチ落ちてきた。上入れをかるヘルズファング、ここからエリアル落としてナイトメッチ1段目。さあ 6P センター当てからどうだ。さああと1回アクティブロムついてきて投げが通る。さあかなり強気じゃ攻めを見せているイワシラグナー第2ラウンド。さあガンダッシュして6円振っている、素晴らしい。デッドスパイク、スカーレット裏回ったもののちゃんと確定取れている。さあ残り5割、先ほどの試合も5割から巻き返しました。どうなる、これで最後の置き攻めとなるか。6ピートルオーバードライブ返ってこない。勝ったのはゴルベイザー。さあやり直しです。では代表戦の三つどもえです。代表戦の三つどもえです。まあアクセラ君とか決まってるんで結構です。フェンリッチイワシチームと、伊藤さんとグフちゃんのところはどちらが代表で出るかを言いに来てください。どちらが代表で出るかを言いに来て、まあもう決まってっか。はい、じゃあ一回動画を止めて、じゃあ順番通りで行くんで、上から順で、あ待って、さっきこれ書いちゃおう。えいやもう関係ない、ラウンドはこれない。でじゃあ最初は、アクセラ君と、伊藤さんになるんですけど、いいですか。これでまた1対1対1になった場合、2連勝の時は2連勝したら抜けになります。 OK ですか。
そういうことです。わかりますね。もうやからあの消化試合みたいなのをしない形でやっていくんでお願いします。じゃあアクセラ君と伊藤さんはじゃんけんで 1P2P 決めて。もうこう基本的には公式ルールに今回乗っ取ってやっておりますので、じゃあ大丈夫。じゃあ代表戦の三つどもえやっていきましょう。スタートボタンを押してください。いやまさかまさかの展開やってるやってる。あ、動画 OK やってるやってる。まさかですね。いやーなんかおお、いやーまさかこんな展開になるとは。まあでもこの三つどもえのメンバーももう本当にあのね、場所負けしてない3人が揃ってるんで、アクセラナイン、伊藤カルルで、フェンリッチジン、これの一チームのみですね。勝ち上がったチームが決勝戦です。決勝は、チーム結城てるみがすでに残っています、上がっています。いやーいやー、さあ誰が上がってくる。伊藤カルル VS アクセラナイン決定戦。そうですね、これでやっぱり一番助かったと思っているのは伊藤チームとフェンリッチチームのはずですから。そうですね、まあ、初手を取ったアクセラ君、このまま勝ち上がりたいという思いはやはり強いでしょう。精神的にかなりアクセラナインが有利にいるように思えるが、さあフォークを引っかかる、最悪な展開。さあ画面足2リオキ攻め、西からのクーダジャンビジャンシータコーダーも知る。さあ 6C、 ここで CT 使ってアネ体力回収しながら 6C 狙うんですけども、ここはアクセラナインが姉を殺していく。しかし画面足から逃げれない。さあ暴れ潰し、これはコンボミスか。さあなんとはいえなんとか助かったアクセラナイン、残り体力3割から逆転できるか。グンツサイト当たる。さあフェアライトもしっかり確認してコンボに折り込み済み。さあメジストと一緒に攻めてくる、スカシゲなんかな。フォークはかわして、さあターフライト妖精さんと一緒に行きたかったが、これはジャンシーが防ぎ切られてきた。さあバリアガキャンからの 8D かかる、やってしまった。何かが出なかったか、とあと姉がちょっと見えにくかったですね。さあ第2ラウンド、やはりフォーク攻めていく、強気に行く。おそらくは 2A、 カルルの 2B に負けて画面足、このままバレ、あー立ち位置だったのに安かったか。さあちょっと怪しいか、 CT 割れた、立ち位置確定ですね。ジャシー落として、あれの体力まだある、この地獄の時間しのぎきれるか。このルートはいやミスト 6C しかし関係ねえそんなの関係ねえ、勝ったのは伊藤カルル。じゃあ、アクセラ君連戦でお願いします。はい、でフェンリッツとじゃんけんして、あ、じゃワンピース日だけね。はい、さあもうこれ動画切らなくていいっすよね。え、もうこれ動画切らなくていいっすよね。そのままやっててもらっていいっすよね。どういうこと、ああ切らなくていいと思う。うん、なるほどね。はい、じゃあ行きましょう。これでアクセラナインが一つ土をつけられた形なので、ここでゴルベーザーのベンリッチに勝てなければその時点で敗退。そうですね、アクセラ君が負けちゃったら決定戦になってしまいます。さあここで踏ん張れるかアクセラナイン、本当に後がなくなった。第1ラウンド、俺のリロードは革命だ。オセロ、リボルバーオセロットなのかゴルベーザーなのかはっきりしてほしいが、さあ新家タイク、ここ一の新家タイク素晴らしい。せっかせっかから、さあマリアは 2B でガードしてから確定ではないんですが当たっている、上入れしてたかな。さあジャニシーからの 2B 当たって、
6へ。さあバリガルしのいだ。しかしもう体力は残り1割。バリガルしのぐ、吹雪が当たる。さあ1ラウンド目、お互いバーストも使わずに取っていったのはフェンリッチ。これは非常に追い詰められた状況。踏ん張りたいが、ダッシュ画面足バリアガーザに死に負けている。入れ替えてエクシーダックル、締めてアクティブロー。何をする、じわじわ歩いてジャニシー、完全に読み切っているのか。投げは抜けて、あ、 6B が出ていた。おそらくは 2A 読み、もしくは負け。さあアメジスト出ているが、ジャンビー重ねていく。さあ草薙まだ OD があるのでちょっとだけ余裕はあるか。現在当てて、さあしかしゲダンに昇竜拳当ててバースト吐かせる。さあ後がなくなってしまったところに霊気境体育。そんなのあるかね。勝ったのはフェンリッチ。いやーこれは悔しいな。ここでなんで俺だけチーム惜しくも敗退となってしまいました。ではこれで決定戦に変わりました。伊藤 VS フェンリッチ、勝った方が決勝戦。これでもなフェンリッチから2回連続を引くというのは相当難しい。さあまあこの試合形式予想はしていましたが、フェンリッチと何回もやらなあかんへんっていうのはあれですね、まあ若干辛いというか。しかし伊藤カルルは前の5先、かなり前の5先ですけども、フェンリッチと 5-4 で惜しくも負けてるんですけども、4は引いている。全然ワンチャンスある。さあお互いキャラ決めるのは、さあやっていきましょう決定戦。これに勝った方が決勝リーグで待つ J アンソンユーキャンチームと対戦。さあこの2人のどちらかが上がってきてしまう。ユーキャン J アンソンの心境やいかに。さあ先手決めるはフェンリッチ。しかしコンボミスからジャンシーカウンター決められて、画面足 6B はあった、大変なことになってしまった。さあ残り1割耐えきれるか 6C。 さあ先ほども見た光景。さあ先手をかけているは伊藤フェンリッチ伊藤カルル伊藤フェンリッチじゃないわさあ第2ラウンド、これは覚醒。しかし空中くらいで勘違い、結果的に助かった形となったが、ロクシーガードシール。さあ裏に当たる、そしてこれは確定。ジャニシーバスサイディ、後がなくなった。ロクシー当たる、残り体力は3割か前転通す、鋼の心臓してたかこいつ。ロックへカノン、ジャニシーかぶせて、ブーだからのガーキャン 6D。 さあ亀梨、息が詰まりそうなこの展開。バカスミ、しかしタッチビーがカノン投げが見えてない。この状況から巻き返してくる。さあ第3ラウンド、精神的な優位はどちらにか。ジャンビジャニシー先につかめたか、タッチ単発割る。さあタッチ6B、タッチ B が空中カウンター
俺は、しかし姉の位置がかなりいいところにいる。ロケ立っている。さあ画面は西大君上を見ていた。画面は入れ替える。さあロケ使っていて、これは命拾いした。ギズクにこれはペンリッチ的にはやばいのではないか。画面味しかもアキブロ。さあゲジウム上がった。投げが通る。ミスらなければ通過ミスるはずがない。勝ったのはフェンリッチ。あー、こういう展開になったか。あ、いやもういや、いいよ、おいつもの やはい、というわけで、ゴルベーザー、イワシ・フェンリッチが決勝戦です。さあこんな展開になってしまうのか。 A リーグは結城てるみチームがストレートで勝っていき、 B リーグは決定戦を経てゴルベーザが勝っていく。去年の東進祭でもやはり決勝は J アンソンまあみかんさんではないんですけども、決勝なかったっけ、純潔か、あれ。さあ、あってーなー。ゆきてるみ頑張ってー。海外からの応援。さあさあやりますか、やりますか、やりましょう。決勝戦、まずはじゃんけんを経て勝ったのはジェイアンソン。 1P2P どっち決めるか、 1P 側を選択。さあお互い先方が決まったら言いに来てください。さあゴルベーザチーム先方決まりました。対し結城てるみチーム、さあお互い決勝トーナメント、アテナ日本橋東進祭2016エリア決勝やっていきましょう。準備ができたらスタートボタンを押してください。さあ 1P 側先方ジェイアンソン、対し 2P 側先方フェンリッチ。さあタイト2オンでも幾度となくぶつかってきたこの2人、お互いに因縁のある感じ。さあ決勝トーナメント、これで勝ったチームが全国行きです。第1ラウンド立ち上がりどうなるか。開幕から西ぶっこんでる。さあ先に攻めているフェンリッチ、オモレフ誘発して、さあここはゲージを使わず温存して、攻めけ攻めけ。さあロケ立てる、素晴らしい。しかし立ち目を置いている。残り体力は1割、立ち D がジャンシーでとがめられて、先に先手を取っていくはフェンリッチ。オーバードライブもなく非常に苦しい展開。さあつないでくる。ジェアンスのターン、ここで先手を取っておきたいが、ヒレンソー誘発。さあコンボが痛い。このこれだ、オーバードライブ、オーバードライブ。さあガキャン吹雪が見える。さあこれはワンチャンスだったか、ここは無理をしない。さあ 2D から立ち、ああ空投げ
決めて、さあせっかち置き締め、何をする、6回空中くらい、6回くらってまだ残る、ドッピギャンガー、アクティブフローなので、そうだ残る、さあ残るドット、何をする、6A 勝ったのはフェニッチ、さあ残るはユーキャンナイン、これでフェンリッチが勝てばアテナ予選突破、全国行きの切符を手にする。しかしここでユーキャンが勝てば残るはイワシラグナー、背中を押すジェイアンソン、さあさあやっていきましょう、エリア決勝、先方大将戦、さあ最初に仕掛けるはフェニッチ、ガメ足裏ガンドゥーロジャニシーガードシール、素晴らしいこのガード力こそユーキャン、そしてここで4位暴れ、先にバースを使わせる、ロケ食らって、しかしもう満体さあ魔法ダメでやめじっそさあ立ち回りに戻って、立ち回り、このラインはかなり落ち着いているラインなので非常にやりづらい、さあバリガンガードしている、さあ投げる、さあ軍隊でストックして敵を呼んでいた、さあ持っているはターフライト、ダッシュしてくる、ジャンビカウンター、高めなので敵がつながる、さあガーキャンがなぜか裏に出ている、なんでだ、さあ噛み合ってしまったが、ユーキャンナイン、これは無念のガキャン、しかしまだ第1ラウンド捉えただけまだある、さあ空投げ狙いを済ませていた、水晶山地メガの 6A、 6A、 さあこの 6A をかなり振ってくる、さあアメジストが2つ重なっているか、ネイビーペルシャー、さあ体力リードを取ったフェンリッチかなりゆっくり攻めてくる、さあ 6A が見えて、これはバースト警戒ですね、さあまだワンチャンある、クーラゲーからの4月目、勝ったのフェンリッチ、エリア決勝優勝はゴルビーザー、ああ仕方ないな、おめでとうございます、ありがとうございます、というわけで、まあね、ようやく抜けたかといった感じですが、彼らはアテナを背負ってますのでね、頑張ってもらいたいところ、やはりというかなというか、コロッとテイガーなんかに死ぬんじゃねえぞ、いいか絶対だぞというわけで優勝おめでとうございました、勝ったゴルベーザの2人はこちらの方で手続きありますので、こちらの方に来てください、実況席の方来てください、岩瀬さん、フェニッチ、こっちので手続きあるからこっち来て、はーい。